もうガチガチに凍ってくる。ずるっていったらし、面白い遊びになっちゃうね。ここは富士見パノラマリゾートの駐車場です。おお、ああ、こっから飲んだね。おう、山頂駅ですね。じゃあ今10時1分ですね。今から入笠山登っていきたいと思います。もうほぼ 99% まあスキーかスノボの人ですね。あ、目の前がね、八ヶ岳、南八からね、北八まで綺麗に見えますね。素晴らしい景観ですね。おお。入笠の山頂までは60分。なんかね、雪がないんだよね。まあちょっと期待外れだったんですけど、行ってみましょう。いいね、八ヶ岳をねこう見ながらこう山登りができると最高の環境ですね。で、八ヶ岳大好きだけどね、登っちゃうと八ヶ岳自体が見えなくなっちゃうからね。さあ、入笠山は僕正直言うと初めてなんですが、もっとね雪があること期待してたんですけど、まあそれでも楽しく登っていきましょう。どうしようかね、滑り止めつけようかな、ちょっと悩むとこだけど。やっぱね、怖いんでね、頭ぶつと痛いし、滑り止めつけました。はい、木道の上ね、雪もないし凍ってもいないんで、外しちゃいました。はい、湿原です。あらまあ。でもいいね、ここは雪がないとき来てもいいね。はい、上にはね山小屋があります。おお、入笠湿原1734m だって、うわ、凍ってんじゃん。うわ、まあこれぐらいは
またつけるようかもしれない早々と。困ったね。もっとチェーンアイゼンかなんか持ってくればよかった。気をつければね、登れるけど、滑ってケツ打ったら痛いね、これ。さあ、分岐ですね。どういけばいいんだ。現在地。ああ、そっか。ここ行くんだね。はい、こっからね、行くのが一番近いみたい。天気もいいし、汗かかない程度に頑張ってみましょう。しかしね、ここに土が見えてるっていうのは想像してなかったな、今日は。なんか僕の地元の那須も雪がなくてですね、あんな風に地べたが出ちゃってるところが多数あるような話を聞いてます。いい眺め。いやー、山綺麗だね。さあ、登りなんだけど、見た通りキラキラして綺麗なんだけど、怖いなこれ。これ帰りはやっぱり、いや、アイゼンつけないと死ぬなこれ。頑張ってんだから。はい、いいえ、はい、どうぞ。かわいいね。これはあ、どっちも頂上行けるんですか。はい、どっちも行けます。問題なんですか。こっち見てないだけですけど、何も危ないとこない。じゃあこっち行く。じゃあ、はい、岩場コースだって。関係ないね、岩場が隠れちゃったから。
ガチガチに凍ってくる。ずるって言ったら面白い遊びになっちゃうね。さあ、あとちょっとで山頂です。死なないように普通死なないけどね、滑って頭打って死ぬって可能性あるね。だいぶ登ってきたね、うん、ご苦労さん。なんだい？おお、山頂だ。すげえ景色。来た。来た。すごいね。はい、入笠山。1955m。お疲れ様です。お疲れ。すごいね。ああ、南アルプスだね。違い8つですね。ちょっと雲、うん、はい。じゃあ11時53分入笠山降りてですね、諏訪の方に行きたいと思います。12時44分にですね、山頂駅戻ってきまして、今降りてます。嬉しいサービスがあってね、これおしぼりをね渡してくれたの。